こんにちは、藤井元気です。8月という月は日本の第二次大戦の敗戦記念日もありまして、歴史について考えてみるのに非常に良い月だと思います。今回ライブ配信をやらせていただきますが、それは歴史についてもう一度考えてみようということなんですね。で、まあ歴史というと、その歴史に関するですね、本というのはそれこそ図書館に行けば山ほどある、一生かかっても読み切れないほどあります。しかし歴史というのと、一般的に言われているいわゆる歴史というもの、その意味をですね、あなたにとってどういう意味があるんですかっていうふうに私は問い返してみたいんですね。まあ個人には個人の歴史、まあ個人史があるということはお分かりだと思いますけれども、それに対して、まあ例えばですね、そのファミリーヒストリーなんていうのがありますよね。最近 NHK が俳優さんとかそういう人のこの過去、家の歴史を探ってる、まあこれも面白いんですけれども、まあだから意外にですね、自分のまあお父さんお母さんのことは知っていても、おじいさんおばあさん、ひいおじいさんひいおばあさんの話になると意外に知らなかったりする。でそういった人たちがどういう思いで生きてきたのかっていうのを知った時に、やっぱり今生きているその本人が非常に覚醒するわけですね。あ、おじいさんおばあさんは満州行って商売して敗戦で帰ってきたけど、あ、こういう思いでやってたんだとか、幕末の時代にですね、自分の先祖はこんなことをやって、田舎から江戸に出てきて、それで東京で活躍したんだとか、まあ、いろんなストーリーがあるわけです。父方にもあれば母方にもあると。でそういうことって意外に知られていないわけです。それではその単なる個人史じゃなくて、ファミリーヒストリーじゃなくて、日本民族全体にも歴史があるわけですね。そういった意味の心の歴史があるわけです。で我々の先祖はどういう思いで明治維新をやったんだろう、どういう思いで大東亜戦争を戦ったんだろう、どういう思いで敗戦を受け入れたんだろう、そしてどういうふうにして戦後の経済大国を作ってきたんだろう、まあ割と最近のことだけ考えてみてもですね、そういったことが非常に気になります。一般に皆さんが歴史と言われているのは、学校行ってですね、教科書をもらってですね、大体年表を覚えることですよね。歴史っていうのは、歴史の授業っていうのは、まあそうすれば一応点は取れますよね。だからまあ鎌倉幕府が西暦1192年にできたとか、まあ最近はそういうのも進歩派のいろいろ謀略でですね、そうじゃねえんだとかなんとかいろいろ言ったりします。聖徳太子は実在しなかったとかですね、まあ大体その左翼的な日本歴史を破壊するような、そういう情報戦謀略戦もやられておりますけれども、仏教が伝来したのが西暦の549年だとか、あるいは532年説があるとかですね、まあそういう大化の改新が645年だとか、なんかそういうのを覚えとけばですね、まあ一応点は取れるということですね。ですけども、そういったところにはその時代の人たちがどういう思いで生きてきたんだっていうことは一切ないですね。全部抜け落ちちゃってる。だから皆さんが普通に言う歴史と思ってるものっていうのは、僕は歴史じゃないと思うんですね。歴史で一番大事なのはその精神史ですね。自分のご先祖たちがどういうつもりでその時代を生きてきて、そして次の世代にバトンタッチしてきたかという命の連続があるわけです。心の連続があるわけですよ。まあ、僕らは誰でも お父さんお母さんから生まれてる、そしてそのお父さんお母さんもお父さんお母さんから生まれてる。だから生物学的にはずっと遡れるということ。 どっか一つでもね、そこで、第8代目ぐらいの前のおじいさんが、子供を作る前に死んでればあなたはいないっていうことですよね。まあ、それはみんな考えてみればわかる。でもこれは動物としての、生物としての歴史ですよね。生物としてずっとこの DNA 遺伝子がつながってきたというお話です。まあ、それ自体も非常に大事なことだと思いますけれども、その時代の人たちがどういう思いで生きてきたのかということ、これが伝わらないと、その精神史が伝わらないと、これは本当の歴史にならないということです。そういった意味では第二次大戦後、日本が敗戦した後の日本人というのは歴史を失わされてきたんですね。喪失してしまった、歴史を喪失してしまった民族です。歴史を失ってしまった、自分たちの先祖が
どういうふうにこの国をいい国に作ろうとして代々奮闘してきたかと、そういう思いは我々には全く伝わってない、ほとんど伝わってないでしょうね。そういう悲しい国になってしまった。で、歴史というと自分と切り離されたそういう年号とかですね、年代とかね、そういうのを覚える、そういうことだけになってしまっている。要するに歴史が血肉化してないわけです。で、そういうふうに歴史を忘れさせられた民族というのは、これやがて滅びていく運命にあるわけですね。で、これは意図的にやはり戦後戦争に負けた後ですね、東京裁判士官があり、日本が占領軍によってですね、すっかり作り変えられてしまって、戦前の歴史、その戦前は国史と言いました、国の歴史、それを教えなくなってしまったと、教えることができなくなってしまったというところから、我々は歴史を喪失した民族になってしまったんですね。させられてしまったんです。まずそのことに私は気がついていただきたいと思います。特に今度の第二次世界大戦、日本は大東亜戦争と呼んだんですけども、大東亜戦争は日本が悪い国だ、侵略国だ、そういうことばっかりをですね、毎年8月になるとマスコミが大キャンペーンでやっております。しかしその戦争に日本は大義はなかったのか、日本の正義はなかったのか、立派にあったわけですよね。じゃあそれは何だったんだ、それは間違ってたんだろうか、正しかったんだろうか、そういった検証すらほとんどの人たちはしていないわけです。昭和18年1943年11月に日本は大東亜会議というのを開きました。で、これはなぜ日本が今この戦争をしているかということを世界に宣言するため の大会議であって、国際会議なんですね。有色人種の人たちが初めて一堂に会して、アジアを欧米の植民地主義、軍国主義から、帝国主義から解放する、その大義のために今回の戦争はあるのだということを宣言したわけです。さあ、それが正しかったのかどうか、しかしその前に皆さんがそれがあったことすら知らない、ほとんどの人は知らない、それはそこには日本国はもちろん出ていたわけですけれども、ホスト国ですから満州国があり、フィリピンも出てたわけですね。タイ王国も代表を送ってきたわけですね。それから亡命政権のインドもそこに代表を送ってきていたわけです。そして中華民国、日本と一緒に戦争をしていた蒋介石の側でない汪兆銘の中華民国政府も代表を送ってきていた。これ立派な国際会議なんですよね。ビルマの代表もいた、独立国としてのですよ。そういったことすら我々は忘れさせられてしまっている。私は特に大事なのは、特攻隊の人たちが残した遺書というのがあります。これを読むとですね、まともな日本人だったらやはり涙なしでは読めないと思います。で、その人たちの思いって何だったのか。その人たちは単に戦争の犠牲者で煽られて死んでった、軍国主義者でバカな人たちだったのか。決してそうではないですね。当時の一流のインテリの人たちが敗戦を覚悟の上でも、でもやらなきゃいけないということで死んでった特攻隊も非常に多いわけです。あるいは特攻隊が8月15日で終わりますけれども、戦後ですね、日本が敗戦が決まった後にお亡くなりになった方が約560人ぐらいいらっしゃいます。これは戦争負けたんですから、天皇のご詔勅も出ました。もう戦後は国家の再建のためにみんな頑張って生きてってくれというふうに言われたんだけども、敗戦に対して責任を負いますと言って自決した。特に軍人が多かったですね。軍人のファミリーで親子4人で亡くなられた、心中された、そういった方もですねいらっしゃる。子どもたちも一緒に死んだ、そういう家族もいるわけですね。この人たちはどういう思いで死んでったんだ、どういう思いを我々に託していったんだ、そういうことがわからないと、これは歴史を知ってるということにならないんじゃないでしょうか。大昔の人たちの考えは我々なかなか分かりにくい、けれどもですね、その時代時代に日本を発展させよう、日本を立派な国にしよう、日本を守ろうと思って奮闘していった人たちの命ですね、その気持ちにつながると、それを受け止めるということが歴史を生きるということだと思うんですね。
前向きに我々は生きなければいけないけれど、我々はなんでここに立っているんだってことが分からなければ、何のために頑張るのか分からないじゃないですか。我々の先祖がいて、命のバトンがあって、精神の心のバトンタッチがあって、我々ここ今ここに立ってるわけですよね。でそれどういう思いでこのバトンをですね、駅伝で言えば襷をですね、 次から次へと伝えてきてくれたのかと、よく駅伝レースでも言いますけれども、そのもうこう襷がつながらなかったと言ったらですね、みんな駅伝のチームの人は悔しがりますね。それと一緒で、うん、バトンを落としてしまったら、バトンのそのリレーのレースからはそのチームはもう脱落してしまうわけですね、失格ですね。我々のところまでバトン来てんだけど、うん、そのバトンの意味が分からなければ、これは歴史を生きるということにならない。単に自分たちは戦後の日本に生まれて、自分が生きてる間だけですね、面白おかしく楽しく生きていけばいいんだろうか、そういう唯物論的な考え方になってしまうわけですね。そうじゃなくて、自分たちもやがて死んでいくんだけど、その時に自分の限りある生を意義あるものにするためには、やはり先祖の思いを受け継いで自分が生きて、そしてその思いを次の世代に伝えるということがなければ、私は個人としても意義ある人生というのは送れないもんだと思います。まあ、そういう意味で、まあ、普段の私は国際情勢のいろんな解説をしておりますけども、そういうところではお話をできない、精神のバトンリレーのですね、お話を今回は特に、してみたいと思っております。私の歴史学のライブ講座は8月19日土曜日の午後の時間帯に行います。今回レギュラーチケットとプレミアチケットをお買い上げの方にはこの冊子がつきます。これは私の情報リテラシーシリーズの歴史学、これをまあ文字化したものですね、そして冊子化したものです。非常に読みやすい形になっておりますので、勉強していただく時のまあテキストブックになりますし、私なんかこれにですねちょっと書き込みをすればですね、ワークブックというかにドリルみたいにでもですね、そういうのも使えると思ってます。まあ、そういうことを考えて、作りました。ですから、まあやはり話を聞いただけじゃなくてね、その後活字があってね、復習するとやっぱり身になりますよね。そういった意味で、まあ、レギュラーチケットプレミアチケットお買い上げの方にはこういうものがつきますと、冊子形式のものがつきますということでございます。時間も迫ってきましたので、ぜひより多くの方に私のライブ配信ご覧いただきたいと思います。よろしくお願いします。